ゴリゴリしてますね。うん、スタバですね。でもあれですもんね、ご自身でやってましたからね。はい、ひしひしと感じてます。じゃあその通りだったって感じですかね。そうですね。このタイミングで京都駅を迎えられてよかったです。そうです、やっといて、やれてよかったっていう。やれてよかったです。はい、ね、あれ、波がありますからね、体調にも、ね、気分にも。やってきますね。もう聞く。ソルソルソイ。いや首かそれ。首でしたっけ。そうですね、コロナでこっちは首ですね。にゃーにゃーにゃーそういって、痛い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 
すいません、はい、すいません、あ、もう本当にもう、もう悪いです、私が悪いです痛い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 、これ痛いですね、うん、痛い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 、やばい、いやー、効くわ、かなりストレスが、うん、ね、うん、そうですね、そうですね、まあ、大腸とか来ますよね、やっぱり。来ます、来ます。腸がね、だいぶ腸に冷えてますしね、腎臓とか全体的に代謝に痛い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 排泄代謝が、はい、悪くなってますね。悪いですね。もう本当に悪いと思いますね。ちょっと便通の調子もんで良くないんですよ。そうでしょうね、そんな感じですよね。でも今どんどん水分出てるので、まあまあ、出てます出てます、もうすっきりされると思います。もう膝の周りとかも出てます、ね、すっごい便利なんか久しぶりですね、膝の周りから今こう汗かくのが分かるのすごいですね今。さすがやっぱ普段ね体幹を意識されてる方ですね。そうですね、はい。あとなんか軽く今腹筋運動もしてますね、はい、あ、そうですね、すごいなんか、はい、全身運動がね行われてるので行いましたけど、いや、でも今だいぶ柔らかくなってきてますね。本当ですか、通りが良くなってる感が。本当ですか、はい、あ、良かったです、はい、うん、はい、いや、でもなんか左の方が良くなかったですね、よりね。そうですか、うん、どっちもそうでもないです、痛みは一緒です、どっちも、うん、でもなんかまあパーツ違いましたね。そうですね、確かに、でももうやっぱりこう平等に来ましたね、はい、平等に来ました、来ました、ありがとうございます。本当にこういうの一切やらせ抜きでも本当にマジでこれ効きますわ。でもなんかこう今いろいろデトックスされてる感じが、そうですよね、すっくさがね軽くなってきますよね。はい、本当に、はあ、いやーすごいですね、本当に効きますわ。やっぱりこういう排泄するってやっぱり痛みを伴いますよね、はい、うん、そうですね、はい、もうやっぱこう固まってきた状態からだと、ね、うん、痛いですよね、はい、いらないものがたくさんになってしまうと出すとき大変ですね。そうですね、以前こんなに足むくんでなかったですよね。まあ、ちょっと今たまってますね。そうですよね。まあ本当このタイミングでやってもらってよかったですね。そうですね。よかったですよ。手がすごいびしょびしょになってますね。はい、もうすごいですよ。
こうちょっとあったかさも出てきてますからね。あ、本当ですか、よかった、うん、よかった。あれここ良くないな、ここがすごい冷たいですね。あれです、膀胱ですね。あ、なるほど、うん、腹部冷えたりしてます。痛いところも健在ですけど。もうロックを乗りましたからね。ロック先生でもまあちょっと温かみが出てきて、そうですね、よかった。シアターなんでそんなにしっかり拭き取らなくていいんですけど、ちょっと足裏のというか足のこうアーチですとかこう足首から足の甲をかけての角度みたいのがちょっと癖がついちゃってるんですよ、はいはい、なので、まあそのまあ、疲れとか痛みとかが出やすくなってるのもあるのかなと思うんですよね。あ、多分ちょっとあぐらか正座の癖がついちゃってますね。あ、ちょっとあと浮き指ですかね、 こっちの指が上がっちゃうっていうのもあるので、はいはいはい、こう全体で踏ん張るというか踏みしめるとか握り込むっていうような動作された方がいいですね、はい。足すっきりしてきましたね。あ、だいぶ軽くさっぱりされたんじゃないでしょうか。そうそう、ちょっと足裏がほんのりとあったかいです、はい、そうですよね。最初に比べて、はい、温度上がってきてる感じありますし、はい、やっぱり柔らかくしっとりしてますね。しっとりしてる。肌がいい感じに、色もやっぱり血色良くなってますしね。はい。はい。皮膚でこんな感じですね。